すする TV。 ずるずる、どうもすするです。今回はつけ麺特集。これまで2100日以上毎日ラーメンをすすったすするが、特に印象に残ったつけ麺を7店舗集めてみました。ちなみにちょめめまとめなどで一度紹介した店舗は省きます。ではまずオンリー麺すすりからレッツゴー。まず最初は滋賀県にあるこちらのお店。さあ、麺屋紅葉軒さん、注文制です。今回はつけそばの並と味玉トッピングをお願いしました。こちらが紅葉軒さんのつけそば味玉トッピングです。おーい、綺麗に麺線が揃った太麺がすでに美味しさを予感させる。つけ汁もクラシックなタイプでいいぞってことで、いただきます。まずはオンリー麺すすりしてみると、しっかり水で締められており、麺自体から小麦の甘みも感じられて、単体でもうまい。では早速そんな麺をつけ汁にさっとくぐらせて、せーのですする。ほらーい、動物系をベースに煮干しもほんのり感じられ、そこに昆布のうまみがふんだんに溶け込んだストレッチマンくらい伸びやかな美味しさ。酸味とピリ辛味のクラシックな雰囲気もありつつ、しっかり現代らしさもある納得のつけ汁です。てな感じで、合間に食らうチャーシューはとってもジューシーで、麺とつけ汁に負けず劣らずな早めるもはやひこにゃんのことなどすっかり忘れて、すすりに没頭すればクライマックスに黄身が濃厚な味玉をパクリと食らって、最後までつけ汁をしっかりと堪能したら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。麺量 200g を感じさせないあっという間のひとときでした。それではごそれ。ラーメン店主さんからおすすめしてもらったこのお店、さあ割とさん、割と食券制です。今回は特性的な割とつけ麺に金曜日なので辛みもプッシュ来ました。こちらが割とさんの割とつけ麺です。キラピカに輝く麺としっかり濃厚そうなつけ汁、特製トッピングは別皿で最高ですってことで、いただきます。まずはつけ麺恒例オンリー麺すすりで、オンリーで麺をすすってみると、しっかりコシのある麺ですでにうまく、これは期待せざるを得ないぞってことで、濃い色なつけ汁に割としっかりくぐらせて、割とがっつりすする。割と濃厚な魚介豚骨ですが、魚介の風味がほんのりビターで、少し大人な味わいが割と、いや確実にうまいです。別皿辛味トッピングの出番です。割と余震場中んずく、自家製感のある辛味を投入してしっかり絡めたらいずくんぞすする。バチコーン、ラー油的な辛さと濃厚つけ汁の相性は 150% で、これはいよいよ箸がとどまるところを知りません。辛みを別皿にするとノーマルと辛つけ麺どっちも楽しめていいよってこと。さらにつけ汁が冷めてきたなと思ったら焼き石をお願いすることもできます。これで最後まで熱々ですすれるねってことで、スープ割りで最後まで重厚なスープを楽しんで、ちょうど半熟の味玉もしっかりと堪能できたところで、本日も完食です。大変美味しくすすれました。ちょっと大人ながらスルスルとすすれてしまう素敵な一杯でした。それではごちそう。こだわり抜かれたつけ麺はこちら。さあ、中華そば平井さん、食券制です。かなり迷いましたが、2杯食いを視野に入れつつ、まずはチャーシューつけそばと味玉トッピングをプッシュしました。こちらが中華そば平井さんのチャーシューつけそば味玉トッピングです。ノー、麺が見えなくなるほど多彩なチャーシューがドドンと乗っており、その下の極太麺もツヤツヤと輝いていて美味しそう。つけ汁はシンプルかつ濃厚そうなビジュアルで、もう我慢の限界だぞってことで、いただきます。ではまずオンリー麺すすりから、うおー、そのまますすっても国産小麦の甘みをしっかりと感じられる自家製極太麺で、先ほど見た通り氷水で締められているのでバッチリコシもあるめっちゃうま麺。別添えで付属される塩をつけてすすってみれば、これだけでも完成品って大声で言えちゃう美味しさです。さてお次はそんな麺をいよいよつけ汁にくぐらせて、よっしゃすするー。ほらーん、つけ汁は魚介系を一切使用せず、豚げんこつ、豚頭、牛骨、もみじを使用したどっしりと動物系の旨味を感じる濃厚なもの。しかしバランスはバッチリと取れていて、重すぎるということはなく、つけ汁が極太麺の風味を、そして極太麺がつけ汁の旨味を互いに引き立て合い、まさにこれがアイワナビアポップスター。気がつけばすっかり夢中になって、ネギの程よい風味と刺激も絡めつつ、思う存分堪能していきます。
そして麺には塩と一緒に添えられるレモンをかけて味変してみれば、後味が爽やかすっきりになる抜け感を得ることができ、ハイスピードですすっていっちゃいます。大変美味しくすすれました。極太の自家製麺が存在感を発揮する最高の一杯でした。それではごそれ。荻窪の名店、すべてがパーフェクトなのはこちら。さあ、宇宙さん、食券セットです。今回はカツオ昆布だし味玉醤油つけ麺をプッシュしました。こちらが宇宙さんのカツオ昆布だし味玉醤油つけ麺です。のほーい。麺はどっぷりとカツオ昆布だしに使っている。つけ汁からも底知れぬパワーを感じるぞってことで、いただきます。さあ、まずカツオ昆布だしに使った麺から。うぴーん。濃度が高く、しっかりと出汁の味を感じられ、ドゥルンとすすりまくれる、この感覚がたまらない。自家製の麺自体の風味も良く、カツオ昆布の旨味を堪能しながら、このままいつまでもすすり続けてしまいそうです。ではお次に、漬け汁にさっとくぐらせて、はい、すするー。ほなーん。漬け汁にも昆布やカツオはもちろんのこと、煮干し、鶏なども入っており、あっさりながら深みのある味わい。タレも複数の醤油をブレンドしていて、キレがあり、美味しい、嬉しい、楽しい、パラダイスです。というわけで、もう一枚チャーシューを食らったり、味玉をカプリと食らったりしていると、ラストはセルフでスープ割り。最後まで出汁の深い味わいを堪能していると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。すべてが完璧と言える最高の一杯でした。それではごそれ。みんなですするとより美味しい、それがこちら。さあ、ラーメン健やかさん、健康的な食券セットです。すするはまだすすったことのなかった特製つけ麺を大盛りで、さらに炊き込みご飯もプッシュして、若い子に負けないアピールをしていきます。こちらがラーメン健やかさんの特製つけ麺大盛りです。ピカピカピーン。綺麗に整えられて輝きを放つ麺は昆布水に浸かっており、美術館に飾ってあっても驚かないほど芸術的。まずは昆布水に浸かった麺をオンリー麺すすりでいかせてください。くー。丼も昆布水も冷たいことで、よりコシがしっかりと感じられる麺は、昆布の旨味の出た昆布水をぬるりとまとって、これだけでもズルズルいってしまいそうな激うま麺です。おいおい、こんなの漬け汁につけたらどうなるんですか。絶対うまいに違いないオーラを感じながらすする。ちょい。芳醇な鶏の旨味、貝の旨味を切れ味抜群の醤油がビシッとまとめて、食べ始めから喉を通るまでずっとうまい、最高。ふぅ。漬け汁に入った刻みチャーシューもバリうまく、すするペースは落ちることがない中、こちらの炊き込みご飯もうまそうじゃねえか。バクバク、チュルチュル、プニュプニュのすすり続けたら、別皿提供のチャーシューたちもハイクオリティ、ハイリターン、ハイテイスティーで、つけいる隙のないつけ麺に感動を覚えて、ラストは昆布水をつけ汁に投入、さらにスープ割りをお願いして、すっきりとほっこりと、この完璧なつけ麺を骨の髄まで染み渡らせたら、本日もあっという間に完食です。それではごそれ。料亭のようなビジュアルが印象的なのはこのお店。さあ、直談もみじさん、食券セットです。今回は特製つけそばとほうれん草のおひたしをプッシュしました。こちらが直談もみじさんの特製つけそばです。とはーい。綺麗に折りたたまれた麺の美しさで、すでに引き込まれまくり。漬け汁やほうれん草のおひたしからも威風堂々なオーラを感じるぞってことで、いただきます。さあ、まずはオンリー麺すすり。うひゃー。なんと麺には海苔だしがかかっていて、そのまますすっても海苔の香りと風味が広がって美味しい。ではお次に、そんな麺を漬け汁にくぐらせ、はい、すする。ちょめめい。漬け汁はほんのり甘く、そしてキレのある醤油が効いており、動物系の香りと煮干しの旨味がどっしりと構えた深
深い味わい。そんなつけ汁に海苔だしが絡んだパーフェクト麺をつけてすすれば、極上の美味しさを堪能させてもらいます。さあ、まだまだパーフェクトオブパーフェクトな美味しさを体感しつつ、ここですだちを麺にかけて少し味変。後味に柑橘系の爽やかさが加わることによって、ピオリムと同じ効果が得られます。大変美味しくすすれました。どこを切り取ってもパーフェクトな一杯でした。それではごそれ、ラストは圧巻の極太麺ご覧ください。さあ、ラーメン力道さん、食券制です。今回はすご平麺のチャーシューつけ麺を中盛りでお願いしました。こちらが力道さんのすご平麺のチャーシューつけ麺中盛りです。うはーん、まさに唯一無二といった今まで見たことのないすんごい麺。この麺をたっぷりなつけ汁に絡ませればどうなるものかということで、いただきます。さあ、まずはオンリー麺すすり。もはやすするというよりは食らうという感じで、小麦の風味をかなり強く感じる。というわけで、我慢できずに早速つけ汁にくぐらせたならば、すする。いやーい、甘みと酸味が同居したつけ汁はオールドなテイストのようで新鮮な味わい。そこに小麦の甘みが強烈な麺がどっぷりと絡み、さすが力道さんと叫んでしまいそうなハイパーインパクトを脳に刻み込んでくれます。てな感じで、柔らか美味しいチャーシューを挟んだりして、肉の旨味も交えつつ、すすっているのか食らっているのかもわからぬまま、無我夢中で味わいまくったら、本日も完食です。大変美味しくすれました。人生で一度は体験しておきたいすんごい麺でした。それではごちそう。いかがでしたか？皆さんもぜひ参考にしてみてください。それでは最後に、今回の10店舗で一番お気に入りのキャッチフレーズでお別れしましょう。それではスルの公式キャッチフレーズ、ラーメン力道さん、力こそパワーや。すごい。